竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。会長は中野会当時によく京都に行かれてましたよね。あ、中野太郎親分宅が京都の八幡市にあったから3週間に一遍本宅親分顔見に行く日いうのは決められて京都行きよったかな。さあ京都の町とは私は案外いろんな思い出あるんよ。でも私が京都行って一つだけ芸者遊びしてないんよ。で祇園行きたいわ言うてその何年か前に言うたことあるんよ。なら竹垣さんみたいなタイプの人は祇園行ったってモテへんわけよ。なんでや言って聞いたらどこ行くんでも電車乗って行きますやろ言うて、電車乗って祇園の町遊びに来た言うたら相手にせえへん言うて、やはり金がなかったもタクシーでお茶屋の前どんどん横付けせなあかん言うて、で祇園いう町は100枚のチップを芸妓に渡したらその100枚の金がぐる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 芸妓さんいたら回していくらしい。だから次に客を連れて行ったらその客にその100枚の中からまあいろんなことしたり、そこで誰かがポケット入れてもらうようでは祇園で遊びできへんで、うん、だから私はまあ言うたら細かい方やからそんな遊びも要せんけど、今酒飲まへんから贅沢言うたら私はハスラーもう来年7月で5年目になるからこのジムに乗りたいな思って、あ、新型のジムにですか。新型のジムにこの動画が放映される頃にはもう注文したやと思うわ。でそのジムに乗って祇園へ行きたいなと思うわ。祇園へ行かれたら一緒に食事をするメンバーとかいらっしゃるんですか。花房東洋先生、うん、鳥越誠二さんで作家の山平茂樹先生で岐阜のドクターここらと一緒に食事するわな。私はそやから芸妓と一緒に食事していた中野会の時山茂と道原利光が兄弟杯した時にはそら祇園でしたから芸妓も来たよ。それ以外で芸妓と一緒に食事した言うたら花房東洋先生が一番初めおった時に上七軒で芸妓を呼んでくれた。あらもうええ思い出よ。さっき話に出た鳥越さんというのは V シネマの俳優さんですよね。ほう、木屋町だるまとか出とったな。そやから V シネマの役者をしていろんな授業もしてそれはなかなかいい男で、花房東洋先生も映画のプロデューサーしとうから一緒に東映のプロデューサーとおたりしたとか言うとったよ。あ、そうなんですか。うん、だからこれからまた役者として出てくるん違うかな。会長は若い頃京都の東映撮影所によく行かれてましたよね。あ、私は東映の役者になりたかったんよ。それで16、17の時かな、諸石秀雄で、まあ私の当時射程みたいにしとった男がおるんよ。この諸石と一緒に京都撮影所行ってでずっと見学しよったんよ。で志賀勝と知り合い、で私が東京の撮影所を紹介してもらった沢正健さん、この人と知り合うて、それから私が役者の道を、まあ、開けたんよ。で当時私が行った頃を言うたら和歌山富三郎先生も極道シリーズで出たりして、で大木実と和歌山先生が話聞いとったら女の話ばっかり、二人兄弟でお互いに言いようとった。私じっと聞いとったんよ。でも後に私の親分になるとは夢にも思わなんだな、その時はな。そうですね。会長は京都に、若い人とか社弟とかいらっしゃらなかったんですか。あ、福田隆夫いうのが相談役でおった。この福田隆夫はお金持ちやったからこの参拝関係の特許も取ったんよ。で私に兄貴言うて、
京都へ来なはれ言うて、そらいろんなとこへ連れて行ってもうた。で、私が住んどったマンションの窓ガラス、皆防弾ガラスにしてもうた。当時300万かかったかな。福田さんっていうのはよく女性にモテたんですか？あ、ようモテたな。金が切れた。やっぱり金は男前よ。そうですね。で、綺麗な遊びしよった。祇園なんかで遊んできた男が姫路で遊んだらモテるわな。金の使い方も何もかも違う。それはあの女の子が皆福田隆夫の席へ飲みに行ったら付き寄ったわな。それはいい男やった。で、福田隆夫が死んで、その骨を八幡のお寺に入れたままや言うから、私は娘に断って、その骨を義流会の五輪塔に入れた。竹中正久親分とかみんな一緒に骨入っとんよ。西村学とかな、あの世で賑やかにやっとん違うかいな思うわ。京都といえば会長の兄弟分の道原利光さんとまたお会いされてないんですか？ああ、道原も兄弟で堅気になったら一緒に飯食おう言うたで、いまだに現役やから私は会うてないよ。そうなんですか。うん、私はあの暴力団の更生支援商法やから、それはこういう動画でヤクザの話ばっかりしとると言って批判も受けるけど、本音で喋らなあかんやろ。そやからヤクザ現役のもんでも付き合いは私はあるよ。付き合いせんなんことには更生支援のでけへん。そらあの道原利光、いい男で大物よ。山下茂雄、中野会頭とも兄弟分やったけど、山茂とは半面になったけどな、私とは未だに兄弟分よ。けどこの山茂いう男も立派な男やったな。中野会の人間いうのは皆男やったな思うわ。そのそうそうたるメンバーが京都で遊んどったやろ思うわ。親分のとこへ3週間にいっぺん行きよったんやから。中野会いうのも幕末新選組と一緒で歴史に残っていく組織やわな。私は本人は竹中組の歴史とかこの古川組の歴史いうのは書いていったけど、いずれまた刑務所の本が終わったら中野会の歴史なんかでも書いてみたいなと思うよ。面白そうですね。うん、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。